浦口哲夫は、北海道出身の政治家、実業家、右翼活動家、衆議院、当選1回。父は、浦口亀太郎、漫画タイムス社長。立憲要請会公認で1946年の第22回総選挙に、北海道1区、1947年の第23回総選挙に、北海道1区から立候補するが、いずれも、自転落選。 1949年の第24回総選挙で初当選。立憲養成会唯一の当選者だったので、他のミニ政党などと院内会派、厚生クラブ、ついで第3クラブを組織した。国会では基本的に野党として行動。議長指名では自分に投票し、主犯指名では白票を投じた。1950年3月8日の外務委員会では、 国方領土は日本固有の領土であるのに、ロシアによって住民が追われたのはおかしいと追求。また、破壊活動防止法には、原案は危険。修正可決された案には反対票を投じた。1952年の第25回総選挙で落選し、政界引退。その後、立憲要請会は国政選挙において当選者を出していない。 1989年から1997年、札幌彫刻美術館ともの会会長。晩年は日本船舶振興会の元老を務めていた。2005年4月2日、札幌市中央区の病院で死去した。ありがとうございます。